はい、というわけで今日はですね、兵庫県西脇市にある県民広場キャンプ場をご紹介したいと思います。こちらがね、ちょうどサイトですね。はい、こんな感じになってます。県民広場キャンプ場はすぐそこにゴルフ場ですかね、あるんですけど、そこの脇道を入ってくるとあります。でその脇道がちなみにかなり悪路で、こんな感じ、まあ、全然通れるレベルですけど、結構ガタガタ道でした。ちょっとじゃあキャンプ場ね、回っていきたいと思います。まあ、まず入ると目の前にですね、これキャンプファイヤースペースみたいなのが、でっかいのがありますね。 5×5 メーターぐらい、それぐらいの円ですかね。でちょっとくぼみがあって、で中心でなんかキャンプファイヤーですかね、焚き火みたいな下跡が残ってます。結構これはいいなって思いました。ここでまあ大人数とかで行った時も、ここね、真ん中でキャンプファイヤーでねやって、で周り囲んで食べたりするのもいいかなと思います。だからここの真ん中のスペースは直火 OK なんかな。まあ、ただこれ薪なんか残ってますけど、基本的に持ってきた炭とか、そういうまあ持ち込みしたもの全部持ち帰りなんで、ちゃんとね持って帰るようにしましょう。まあ、サイトの広さはそんなね大きくはないです。もう本当にこの見えてる範囲だけになるみたいで、まあテントもどれぐらいやろ、10ちょいとか、それぐらい、10張ぐらい立てれるかなっていう、それぐらいの規模感です。で県民広場キャンプ場のまあ一等地なんですけど、まあもう僕が撮ったんですけど、この奥の方にですね続く道がありまして、でこの見るからにね危険そうな橋を渡っていきます。はい、で渡っていくと奥にねちょっとスペースがあるんですよね。縦長のところなんですけど、あ、ここが、まあ、おそらくこのキャンプ場の一等地であろうポイントだと思います。ちょっと車でねここまで乗り入れできたら最高なんですけど、まあ、その吊り橋の近くに停めて、そこからは手運びで荷物を運ばないといけないですね。まあ、ここだったらちょっと真ん中のスペースと離れてくつろげるんじゃないかなと思います。結構地面の感じは、まあ、程よい硬さの土って感じかな。まあ、今日ちょっと雨降ってるんでぬかるんでるっていうのはあるんですけど、一応これが今日エリステのペグをさしてるんですけど、まあ問題なくさせるかなっていう感じです。ただプラテグとかやとちょっときついかもなとは思いました。はい、じゃあ次はね、まあ、設備の方見ていこうかなと思います。あとは言ってもこの県民広場キャンプ場はもう本当に最低限の設備があるぐらいなので、でそんなに管理人さんもここ不在で、まあ、基本的にもう自分たちでやってくださいっていうスタンスです。はい、こちらが炊事場ですかね。まあ中はこんな感じになってます。あ、右手にね釜があって、でこっちが、まあ、水道がありますね。出るんかな。あ、出た。ちゃんと水は出ます。ただ水をたくさん出すとゴルフ場の水が出なくなるらしいです。でこの炊事場を抜けると、なんか道らしきものが奥の方に続いてます。もしかしたらここはトレッキングとかそういうコースなのかもしれません。でこの、まあ、メインのこっちのサイトの方はやっぱり、まあ、管理人さん不在で、あんまりね整備も多分されてないとは思うんで、結構ガタガタやなって感じです。もう水たまりもね今日は雨なんで、結構ところどころにねこう点々とできてる感じはしますね。まあ、ただ結構木がいい感じに生い茂ってくれてるんで、まあ、雨の日とかでも、まあ、向こうの方とかね木の下のスペースやったらそんなに雨とか気にならないかもしれないですね。この辺とかは結構上が木生い茂ってるんで、うん、だいぶ雨はこの辺はマシになりますね。
まあ、もしくは僕の建ててる一等地の方もまあ多少はマシかなって気はしました。はい、でなんかベンチがあって、でこっちの方ね、奥進んでいくとあちらに見えるのがトイレですね。本当に設備ってもこれぐらいなんですよね。トイレと炊事場があるだけっていう。でトイレは中はこんな感じです。はい、小便器があって、でちょっと見にくいんですけど大便器があります。ちなみにトイレットペーパーはねなかったです、見たところ。一応水洗、でちなみに水洗ではなくて、汲み取り式ボットンになってます。でこれ多分ですけど男女共用かもしれないです。てか多分そうですね、見た感じ分けられてる感じじゃなくてこれ1個だけだったんで共用です。まあトイレに関しては最悪すぐ近くのゴルフ場のトイレを借りるかって感じですかね。ちなみにそっちのトイレはバカ綺麗でした。なんか豪華ホテルみたいな、すごいトイレでしたね。はい、で、目の前にはね池が、でっかい池が広がっております。でなんか鳥とかもねいっぱいいました。そういう自然鑑賞とか野鳥鑑賞とかもできそうです。あの奥に見えるのがゴルフ場ですね。車でもう1分ぐらいでパッと行けます。で今日はまあ時期もあって、まあ、天気も雨なので貸し切りっぽいですね。まあ、料金もここ無料なので、まあ、それこそね一等地のポイントを取れたとしたら結構穴場でいいんじゃないでしょうか。まあ、西脇市は結構キャンプ場も他にも多いのでぜひねその一つ県民広場キャンプしにね訪れてみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。